ウェルズ襲撃は、ウィリアム王戦争中に、ヌーベルフランスのフランス系カナダ人住民が、アカディア植民地南部にあるウェルズのイングランド系開拓者集落を襲ったものである。一番大きな襲撃は1692年のもので、この時のフランス側の指揮官、ラブロニエリーは、この戦闘で死亡した。一方、ウェルズの駐屯大将のジェームズ・コンバースは、数で劣っていたにもかかわらず、 敵軍の撃退に成功した。ポップハムトリデとケネベック川ウェルズはニューイングランド北東部にある入植地でヌーベルフランスからの侵略から早く立ち直った集落だった。その他にも1607年と早い時期に入植が始まったポップハムや1628年に入植が始まったペジェプスコットといった集落も同じメイン植民地の北部にあったが、 わずかな砦と中屯隊があるのみで、あとは放置されていた。1675年のフィリップ王戦争開始と、ともに、インディアンが、これらの初期に開拓された集落の多くを攻撃して破壊したためであった。ヌーベルフランスは、自国領とみなしていた地域に、ニューイングランドが侵略してくるのに腹を立て、アベナ貴族を使って、イングランド系集落に妨害を加えさせた。 ネリック・ミサキ・ウィリアム王戦争の時期、ウェルズには80の民家とマルタゴヤが、ポストロードに沿って立ち並んでおり、1691年の6月9日、族長の木殺に引きられた200人のインディアンたちが、この集落を襲ったが、民兵隊員のジェームズ・コンバースと民兵隊は、取出にいた副官ジョセフ・スとアラーの中屯隊を守り切った。別の族長である、マドカアンドは、 翌年もここに来て、犬をけしかけて、コンバースを追い出してやると脅しをかけた。インディアンたちはその場から退却し、ヌーベルフランスまで戻る途中、ヨークカウンティのネディック、岬沖の船に侵入して、乗員の大部分を殺し、またその地域の村落を焼いた。ウェルズの海岸と船、それから一年が過ぎた頃、怯えた様子の傷ついた牛たちが、牧場から街中へと突如走り込んできた。 これは明らかにインディアンたちが攻撃を仕掛ける前触れであり、そのため住民たちは避難を始めた。1692年6月10日、ラブロニエリーに率いられた400人のインディアンと数名のフランス人部隊がウェールズに進軍してきた。フランス軍はコンバースがストアラーの中屯部隊にいるものだと思っていた。しかしコンバースは15人の民兵と 町の住民の大部分とともに数日続いた包囲攻撃に抵抗した。フランス軍は集落と小さな船着き場とを変わる変わる攻撃した。その船着き場には中東部隊のサミュエルストアラートジェームズ・グーチ、そして14人の兵が2隻のスループセント・シャロップとで援軍に駆けつけていた。インディアンたちは船めがけて 火のついた矢を放ったが、イングランド艦の乗員に消し止められた。インディアンたちはまた、荷車の後ろに、分厚い板を壁状に垂直にくくりつけ、艦長時に、イングランド艦めがけて、それを転がした。ラブロニエリート26人のフランス兵、インディアンは、板の後ろの部分に、あれや、これやとものを入れて、敵軍の型に転がしたが、一番、近いイングランド艦まで50フィートほどのところで、 荷車は干潟に車がめり込んで動かなくなった。荷車を引き上げようと苦闘していたらブロニエリーは、その場で頭を打ち抜かれた。残りの者は走って逃げたが、銃弾が雨あられと飛び交う中で倒れる者も,もいた。次にフランスとインディアンの連合軍は、インカ製の塗料を塗った、およそ18平方フィートから20平方フィートの、イカダを下流へと引っ張った。艦長のため、 敵艦に火がつくのを期待してのことだった。しかし、風向きが変わって、イカダー反対の方向へと流れた。インディアンたちは、弾薬が底をついて退却したが、その際に教会と数軒の空き家を焼き、見つけられるだけの牛を打ち殺した。戦闘が始まる際に、砦に船を集めようとしていて捕らえられた、ジョンダイアモンドを拷問にかけて殺した。彼らはまた、 ラブロニエリーを含む味方の遺体をもそのままにして立ち去った。少人数で大勢の相手に勝ったコンバースはこれで名を挙げ出世した。ストアラーの中屯隊を記念したストアラー公園に花崗岩でできたコンバースの記念碑がある。安城王戦争中の1703年8月10日、この集落は再び襲撃に遭い、39人の住民が殺され、あるいは拉致された。 また多くの住民が負傷した。前回の襲撃の後に再建された民家や納屋は、またも焼かれてしまった。安城王戦争中のメインにおける最後の安倍な貴族による攻撃は、またしてもウェルズで起こった。インディアンたちは結婚式のパーティーを襲い、三人を殺し、そして短期間だが一人を捕虜とした。1713年のポーツマス条約で、 インディアンとイングランド系住民の間に和平がもたらされたが長くは続かなかった。1722年、インディアンたちの敵対心の温床となっていたノリッジブオックのアベナ貴族の村から、また入植者たちへの襲撃が行われた。そして1724年8月23日のラル、神父戦争で208人からなるマサチューセッツ湾直轄植民地の民兵隊が、 ケネベック川を登って、ノリジウォックを壊滅状態にした。この地域の治安はかなり回復され、1745年のルイブールの戦いの後には、インディアンの襲撃はなりを潜めた。ありがとうございます。